そちらの絵、矢野さんが描かれたということ。あ、2年ぐらいになるか、もうちょっと新しくか、ちょっと分かんないですね。もう裁縫だけじゃなくて、いろんな 方面も多趣味で楽しまれてるようですけど、ね、あんまり暇になるといけないんでね。ただちょっと晩も出ていってるぐらいですけどね。あ、でも趣味が多いのはいいことやと思います。いやいや、でそれはもう一人やからね、家におっても仕方ないしね、夜中に出て行ったり。でもそういった会話を求めてお客さんも結構大勢来られてるような気もしますんでね。いや、年配の方ですから、はい、自分とこのお家のことはよく言われますけどね。あ、そうですか。うん、それもそれでね、話し相手になってあげながら、はいはいはい、じゃあ最後にそういった方々に対して、これからじゃあ山本さんはこうやってここを頑張っていきますみたいなメッセージをいただければ。メッセージ言ってもないんですけど、はい、やっぱ年なもんでね、はい、なかなか手の動きとか、はい、そういうのがだんだん衰えるような感じなんですけども、もうちょっとだけ頑張らせてください。はい、はい、では今日は本当に忙しい中ありがとうございました。こちらこそ